今11時53分ちょっと休んで、出発してます。七曲がりって上がってると七曲がりが終わってもあそこで死にそうになって、もうあともうちょっとで登りが終わってほしいなと期待をしつつ今まだ歩いてますね。なんていうとこだろうな、わかんない。まあヒルクライマーもね結構自転車でどんどん登っていくし、東海道の旧街道を歩いてらっしゃる方もいらっしゃるし、なかなか箱根はアウトドアスポーツツーリズムの場所としては様々なコンテンツがあるなと思います。やっぱり教科書で勉強するだけ、ネットで見るだけではわからないことがです現場にはあるよ、ね、学生諸君もぜひやってみようよ。大変ですけどね。またゴールじゃないよ、山頂付近になったらオンにします。それじゃあ。